1301年バロンズレターの10代ウォリック伯、ガイド・ビーチャムの印象第10代ウォリック伯爵ガイド、ビーチャムは、イングランドの貴族。1270年頃、第9代ウォリック伯爵、ウィリアム・ド・ビーチャムとモード・フィッツ・ジョンの間の長男として、生まれる。1296年に騎士に除される。1298年6月9日に、父の死により、ウォリック伯爵位を継承した。 1300年には、エドワード1世に従って、スコットランドカラバロック城の包囲に参加。1304年のスターリング城包囲戦にも参加。1307年2月には、バーナード城を与えられた。エドワード2世即位後、第2代ランカスター博トマスラと共に、国王の長身政治に反対して、国王や国王長身初代コーンウォール博、ピアーズ・キャビストンと対立を深めた。 1312年、スカーバラ城に牢城していた国王とキャビストンが、反国王派諸侯たちに降伏した後、国王と諸侯の交渉でキャビストンの除名と、国外追放が決まり、キャビストンの身柄は、第2代ペンブルック博、エイマード・バランスに引き渡された。しかし、ボリック博は、キャビストン除名に納得せず、隙をついて、キャビストンを誘拐し、自分のボリック城まで連行した。 そこで、ランカスター博や、第9代、アランデル博エドムンド・フィッツアランらの立ち会いのもとに、キャビストンを死刑の裁判の末に斬首した。この事件に、国王やペンブルック博は激怒し、内乱の空気が漂ったが、皇太子エドワード出産の刑事があったので当面は、事なきを得た。1315年8月12日に、謎の多い死を遂げた。 爵位は、息子のトマス・ド・ビーチャムが継承した。1297年5月11日以前に、第6代グロスター博、ギルバート・ド・クレアの娘イザベル・ド・クレアと最初の結婚をしたが、彼女との間に子供はない。最初の妻との死別後の1310年1月から2月に、ラルフ・ナラセイ・ド・トエニの娘アリス・ド・トエニと結婚。彼女との間に、以下の二男五女を設けた。 ありがとうございます。